はい、どうも、アジモ教授です。深夜の、激太り同好会ということで、今日ね、濃厚なめらかチーズということでね、いや、まともに見せちゃうって、あの始まがまともに見せちゃうっていう、カロリー244です。すごいですね、こんな小さいボディに244、この小さいボディにね、244ですよ。クソ、ワンドライブがいっぱいですって出てきて、消そうと思ったらスッて隠れやがった。いや、嬉しそうだな、この顔は。あ、腹くそのここになんかできものできてる。できものできてるってなんだろうな。なんか、直で食っていいの？もう、濃厚ってなんだろうな。なんでも濃いって言っときゃいいよな。やっぱり、うわぁ、濃いっていうよりか重い。食ってねえだろ、まだ。うまっ。うん、一瞬まずい、食った瞬間は。あ、でもその後、あ、レアチーズケーキだなっていう味がしますね。美味しいですね。いや、幸せになる幸味ですよ。うん、うまい。うん、いや、思わず笑顔になっちゃいます。いや、こういう食べ物をね、作んないとねってね。いきなり料理研究家になっちゃうっていうね。やば。恋をしてるかのように美味しいな。びっくりしちゃう。やばいな、感覚が狂ってるのか。よだれ出た。リピートですね、これ。はい、お行儀悪いことします。ちょっと写真撮ろう。あんま本見せない方がいいんだよね。本結構意外に情報詰まってるから。違う、俺のね、個人情報が詰まってるから。あ、下にやっぱありましたね。なんか原子をでっかくしたみたいなやつだから。思いのほかあったな。アリの巣かよってくらいアリがいるみたいな感じ。うん、うん、うまっ。一度に二度美味しいですね。で、なぜ私が今二度美味しいかというと、まずレアチーズケーキだけで食べる。で、まあ、このクランクっていうのは、クランクだけで食べる。クランクとレアチーズケーキで食べる。これを、ここまで美味しいんですよ。クランクだけで食べる。あんま美味しくない。まあ、クランクは所詮クランクっていうね。加藤種族は所詮加藤種族なんだよっていう悪口を言う悪役みたいな。あとドフラミンゴみたいな。弱えやつは死に方も選べねえみたいな。うまっ。4分経ってる。前だってふりかけご飯丼をさ、まあ、ふりかけ2色ふりかけ、まあね、頂上欠損ふりかけっていうか、うん、なんだ、赤犬 vs 青生地、うん、違うな、あの色合い的に言うと赤犬 vs キザルふりかけ丼を食った時3分で食いましたからね。
チャンネル登録者が1人減りました。大丈夫、これにほうつってん、うん、ヒゲがついてた。うますぎるな、牛乳も。あー、うまかった、満足でございます。うん、幸せだ、僕は幸せもんだ。俺は幸せだ。東京で一個を買うだ。あー、テレビもねラジオもね、毎日おまわりぐるぐる。おら、こんな村嫌だ。おら、こんな村嫌だ。東京、おい、ツッコミ入れてみたってしょうもないよね、はっきり言って。確かにそこそこは面白いけどさ、ツッコミ入れてみたってしょうもなくない？まあ、すごいいいとは思うけど、まあ、それでどうや、面白いですせみたいな感じでやるのは気持ち悪いよね、はっきり言ってね。まあ、ツッコミ入れてみた系はいいけどね、まあ、それに屈したみたいな感じになりますから。うん、でも面白いとは思うんですけど、でもなんかやっぱりね、その教授がね邪魔して、まあ、教授っていうようにします。教授って多分プライドだよね。間違ってたら俺やばいぞ、もう首飛ぶぞ。うん、教授なあ、ふざけんな、なあ、なあ、もうキャパスロック、教授、あ、違う、教授じゃねえ、ふざけんなよ。これだね。あ、どっちだ、教授の G は。どっちだよ。今日を持つ教授なのか、これは。ああ。禁字、あ、どっちでもいいんだ。禁字はダメなんだ。教授の読み誤りで禁字なんだ。教授が自分の能力を信じて抱く誇り、プライド。まあ、プライドだな。教授、まあ、プライドって言いますか、普通に。まあ、プライドが邪魔して見ないってだけです。うん、内容については、あ、やばい。脳がやばい人みたいになってるって言って、本当にこれで頭痛くなったらね、これ歴史的映像。いや、俺は確かに脳はやばいけどね。あの、違うんですよ。ぼーっとしすぎなんですよ、僕喋ってる時。まあ、教授が許さないってだけでね。あの、ペズマルって人もね、すごい面白いくせにね、それやり始めちゃって、稲妻イレブン突っ込んでみたって。やっぱなんか負けた気がするよね、それは。やっぱ俺は、もう、その頑固者系 YouTuber として、やっぱこのスタイルを貫くって言った次の日にね、何、ワンピースに突っ込んでみたとかでやるんでしょうね。でごめんなさい、編集技術がありません、全く。なのでね、皆さんね、まあ、TikTok に突っ込んでみたらやったけどね、結局、あれはキモいもんな、普通に。うん、でね、普通に収録してやったんですよ。TikTok の。あ、じゃあ普通に、じゃあ今 TikTok に突っ込んでみたら撮ります。あの、みんなに見せないスタイル。